どうもー、右手が茨城、茨城県の形になってます。どうも、茨城県渋谷芸人のスペンギンでございます。はい、さあ、ということで今回はですね、まあ、の癖になるおにぎりと、いうのをね、ちょっと我々茨城県もご紹介したいと思います。はい、まあね、まあ、こうおにぎりと言いますか、はい、まあ、ちょっとおにぎりの親戚的なものを、あ、そうですね、ちょっとね、今回皆さんにご紹介したいんですけども、まあ、大きく分ければジャンルとしてもおにぎりで、まあ、いいだろうという感じのものでございます。そうなんですよ。ということで今回我々はですね、今茨城県笠間市になります笠間稲荷の方にやってまいりました。はい、いやーね、見えてるでしょ、すごいでしょ、ね、でそしてこの笠間稲荷の前の通りがですね、はい、門前通りと言いましてですね、たくさんのお店が並んでおりましてですね、はい、その今回我々がご紹介したいそのおにぎりの親戚みたいなものの、はい、お店がたくさんあるんです。そのお店が、そうなんですよ、もう何か気になるでしょう。まあ、ヒントといたしましては、あ、ヒント出る、まあ、そのおにぎりの親戚とも言えるもの、はい、放送しても問題はございません。そりゃそうだろうな、放送してダメなもんは紹介しませんよ。いや、よかったですね、本当にもちろん反対でございます、はい、しかも美味しいですし、しかもちょっと変わっております。はい、そして18歳未満も食べられます。そりゃそうだろう、だからな、はい、何なの18歳、はい、ということで皆さん気になると思いますので、早速そちらのお店に行きましょう。行きたいと思います。行きましょう。さあ、ということで到着いたしました、はい、まあ、こちらのお店はですね、木村屋さんでございまして、はい、おうどんやお蕎麦などね、はい、いろいろ売ってる和食のお店でございます、はい、あれですね、はい、笠間稲荷神社から、まあ、徒歩1分ぐらいの場所でしたね、はい、そうですね、1分でしたね、あっという間でございました、はい、まあ、そしてここで何を紹介するかでございますよ、はい、まあ、ギリギリまでね、はい、隠しておきたかったんですけれども、はい、まあ、本当にあのこの門前通りにはいっぱいありますし、はいはいはい、もうでかい上りも出ちゃってるんで、うん、今発表します、はい、こちら笠間稲荷寿司でございます。よー、 ありがとうございます。拍手もありがとうございます。あ、拍手をいただいております、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ということでね、稲荷寿司でございます。そうなんです、ただの稲荷寿司じゃございません。ご飯じゃないものまで入ってたりしますからね。いや、驚きですけど、はい、めちゃくちゃ美味しいんですよ。そう、そしてね、今回我々この来ました木村屋さんも人気店の一つでございまして、うん、現在ね、時刻はね1時過ぎですよ、お昼の、はいはいはい、ショーケース見てください、どどん、こちら全部売り切れでございます。我々ちゃんと朝一で、はい、もうキープさせていただいておりますので、そうなんです、特別にキープさせていただきました。はい、なので中行って今からそれを食べたいと思いますので、行きたいと思います。行きましょう。お邪魔します。ということでこちらが笠間稲荷寿司でございます。どうも。いやー、はいはい、もうね、もうパッと見でちょっと一個も変わったのがありますけども、そうですね、じゃあいただきましょうか。はいはいはい、はい、じゃあまずは、じゃあ僕出ました、これレンコンなんですよ皆さん。これはレンコンでございます。はいはいはい、はい、なんとね、茨城県産のレンコン使われていると、はい、うん、もう茨城はもうレンコンの生産量がすごいですからね。日本一でございます。日本一でございますから、はい、いただきます。あー、うまそう。あ、いったちょっとお店の方に聞こえるように言いますね、はい、うんめマジ美味しい。いやらしいわ。いや、でも本当に美味しい。美味しいね。シェフに伝えたいのを今やったような感じ。はい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 、あのレンコンのシャキシャキ感、あ、これたまんないですね。ほんでお揚げのね、うん、甘辛い感じ、はい、ベストマッチしてます。いや、いいね。最高。わあ、行くね行くね。もうご飯もしっかり入ってんのね。うまい。あ、昆布もいいですね。昆布まで行っても。レンコンもね、結構酢に多分つけられてて。はあ。酸味がまたね、この甘辛いお揚げとベストマッチしてます。なるほど。最高。まあね、この木村屋さんはこの揚げをね、うん、お店で大きな釜で
煮てますから、味付けしてますからね、うん、またいいんですよ、染み込んでますよね。おいしい。僕はですね、こちらあと2つありますけども、はいはい、まだ中身が気になりますよね、皆さんね、何が入ってるのか。隠れてるもん。じゃあこっちからいきますね。さあ、何が入ってるんでしょうか。いただきます。なんだ、なんだ、なんだ、もっと聞こえるように言いますね。はい、おいしい。何な、何なの、中身、中身、中身いいですか、うん、こちらくるみでございます。くるみね、笠間稲荷神社ね、はい、くるみした神社と、そう言われてる、呼ばれることもあるそうで、うん、そういうことで、まあ、くるみを入れてると。それにあやかってということで。なるほど。刻んだくるみがたくさん入ってるんですよ。はいはいはい。なのですんごい食感が、うん、もうね、カリカリの部分がいっぱいあるんで、食感が楽しいですし。なるほど。おいしい。でもめちゃめちゃね、普通シンプルと最初思いきや、うん、もうサクサク感、カリカリ感というんですか、やってくるんでめちゃくちゃおいしい。結構ね、このくるみの笠間稲荷は、うん、結構どこのお店に行ってもあるスタンダードメニューですよね。そうですね、かなりあの人気の上位のものでございます、うん、やっぱり稲荷神社にあやかってるという。そうですね、はい、まあ、じゃあちょっと行っちゃいますね。はいはい。おいしい。テレさん、こうもぐもぐを隠そうとしてますけど、マスクしてるから大丈夫ですか、はい、噛めば噛むほどお揚げからね、おいしい汁が出てくるんですよ。はい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 、めちゃくちゃ染み込んでてうまい、お揚げが、うん、お揚げがまあシンプルにおいしいし、はいはいはい、でくるみがいいアクセントになるんです。最高、最高ですよ。じゃあ続いて、はい、最後の1個、最後、実はですね、これ何が入ってるんだと、このお店の人気ナンバーワンでございます。おー、こちらがもう不動らしいです。なるほど、不動の人気ナンバーワン、もうすごい。そうなんですよ。最後の1個ですから、はい、じゃんけんにしますか。じゃあそうしましょうか、はい、最初はグー、じゃんけん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 。めっちゃ美味しいです。フリーズしちゃった。中身ね、気になりますよね、まあまあ、ナンバーワン、はいはい、いきます。これなんです。なんと、そばでございます。そもそもご飯じゃないんですね。はい、じゃあこちらじゃ、そばとキュウリが入っております、はいはい。まあ、あの笠間はね、はい、そば稲荷と言われる、うん、まあ、稲荷寿司も大人気、うん、名物でございまして、これがね、不動のナンバーワン、もうね、マジで美味しいです。もうね、はい、おそばにさ、もう揚げが乗ってるきつねそばってあるわけじゃないですか、はいはいはい、だから合うのは当然なんですよ、そばと揚げが合うというのは。確かに確かに。しかもね、はい、このおそば、うん、ただのそばじゃないんです。あ、茨城県名産の日立秋そばでございます。いや、もう素晴らしいですよ。そう、もうね、おそば職人さんも認める、うん、日本一のそばという人もいるぐらいの。そうなんです、そうなんですよ。日立秋そばが入ってる、もう茨城名物、笠間名物というよりも茨城名物ですね。でしかも具が入ってるやつも、はい、まあね、いろいろな具が種類ありますけど、うん、どれもね、ちょっとなんかこう木をてらった稲荷寿司という感じじゃなく、はい、本当におにぎりみたいに、うん、こう毎日食べても全然飽きない、はい、はいはいはい、もうすごい本当にマッチする感じの具ばかりなので、うん、はい、ぜひ食べていただきたいですね。そうですね、うん、もうこの一店舗だけでも何種類もありますし、はい、もういろんな店舗もありますんで、オリジナルのものがあったりしますからね、はい、皆さんの好みのね、うん、笠間稲荷寿司を探してほしいですしね、はい、注意事項、やっぱもう一回言ってきますね、はい、1時半には売り切れます。 あ、そっちか。何でした？いや、じゃんけんをしてる途中に食べちゃダメかと思いました。
ということで、ぜひ茨城県の笠間稲荷寿司を皆さんも食べてみてください。